さまよう夜だった君との出会い口づけを交わしたね乾いた街の光の中で月の ですね、タービン交換と ECU 交換をしてからの燃費測定です。ね、今ちょっと実家の方に30キロぐらい距離あるんですけどちょっと行ってます。途中経過なんですけど、まあ、16.4 キロの燃費ですね。平均燃費 16.5 ぐらいですかね今。ですね、実家の方に着きました。燃費の方、これはね、あの町から田舎の実家までの距離が32キロで、あの平均燃費 16.1、ノーマル時代が 16.5 ぐらいだったんで大して変わらないですね。まあ、タービンと ECU、マフラー、エアクリーナー、この辺入れた後タイヤホイール18インチ化ですね。これやってもちょっとしか燃費は落ちないです。意外とね、自分が思ってたよりはいい感じに走ってくれます。最近車ばっかなんでちょっとトレーニングしに来ました。折り返しです。この辺ちょっとね渋滞してますね。今のところ燃費は折り返し地点で45キロ走って17.2、さっきより着いた時よりも伸びてます。燃費の方なんですけども、65キロ、往復65キロで17、平均燃費17、まあ記録更新ですね。
マフラーとエアクリーナーだけ交換の時はだいたい 16.5 ぐらいだったんですけど、パワーがあるにも50馬力ぐらいパワーがアップしたにもかかわらず、まあ燃費が上がったということは、まあ、すごいことじゃないかなと思います。